最終選別から数日が経って、ちょうど刀を受け取った俺のもとに、春日井カラスがやってきた。人語を話すカラスが、俺に伝えた任務は。サトコさん。北西の町で、舞を、少女が消えているという。町に潜む鬼を見つけ出し、撃つこと。それが、鬼殺大使となって、最初に与えられた任務だった。報告を聞いただけでも、俺の心はざわついた。許せない。絶対に。山で炭を焼いて、麓の町で売り歩く。それが、俺の仕事だった。超さよかった。さら終わった犯人にされてんだよ俺。助けてくれよ。嗅いでくれ。猫の匂いがする。ほら、俺じゃないって言っただろ。俺は鼻がいいから、時々町の人にも頼られたな。結局その日は炭は全部売れたけど、帰りが遅くなってしまった。そう、遅くなってしまったんだ。よーし、やるぞ。